はい、皆さんこんにちは、こんばんは。旅好きライダーです。今回はもう1台の愛車 WR250R の紹介です。もう皆さんバイク好きの方ならよくご存知のバイクだと思いますけども、これ X になってますけども、これ変えたんです。こっちの方がいいと思って。だから実際は R なんです。ホイールも21インチのタイヤを履いております。オフロードの、WR です。昔 XR 乗ったんですけども、その乗ったきっかけというのが、一度オフロードをちょっと走ってみたいなという気持ちが強くなって XR を購入し、そして友達と、ツーリングに行った時に、カモネギさんとクマさんという方がこの色違いなんですけどもWR を乗っておられて、一度試乗した時に、一目惚れしちゃったんですよね。で、当時乗り換える予定はなかったんですけども、ちょっとその時にちょっとこっけちゃいまして、ちょっとリアのフレームが歪んじゃいまして、じゃあもう、パーツ交換するぐらいなら乗り換えようかということで乗り換えるきっかけとなったわけなんです。もう今となってはもうバリバリ大好きなこのバイクで、もう手放す気はもうとないんですけども、本当にこのよく回るこの単気筒エンジンは、高速移動も楽しくて峠も楽しいです。もう一台のアフリカツインとはもう全然性格が全く違うんですけども、ちょっと低速がちょっと弱いところはありますけども、回すと結構気持ちいいエンジンなので、峠とかも結構走るには楽しいバイクです。そしてこれを見てください。行っちゃったんですよ、本州最北端大間到達記念。このステッカーを記念で買いました。まさかね、僕もね、こう250で青森まで行くとは思ってなかったんですけども、でもこいつならなんとかなるかなと思いながら目指したらなんとか行けました。その代わりお尻はかなり痛かったんですけども、よく走ってくれました、本当にこのバイク。このバイクなんですけども、ここにサイドバッグを取り付けられるんですよね、両サイド。これクマさんが譲ってくれたんですけども、防水バッグを取り付けることが両サイドできます。でそれでトップケースをつけて行ったわけです。だから荷物も結構詰めるんで、キャンプやそういうロングツーリングもできるというわけなんですよね。遠い遠いツーリングっていうのは、その青森ツーリングとか、行って長野ぐらいだったんですけども、今後ちょっと長距離もキャンプもこのバイクで楽しみたいと思いますので、皆さんお楽しみにしてください。そして最初 CB1300 とこの WR の、コンビだったので、このバイクでオフロードをよく出かけることがあったんですけども、最近はオフロードも走れるアフリカツインということで、ちょっと WR の方が買い物仕様みたいになっちゃったんですけども、全然オフロードも走れる当然わけで、面白いですね、やっぱりこれで行くと。だからたまに行ったりするわけなんですけども、ちなみにこの WR、WR 乗ったりとかセロ乗ってる方はわかると思いますけども、これ一応ね、ローダウン仕様になっております。昔にちょっとこの WR でバカをやっちゃいまして、足を骨折してしまいましてね、ちょっと入院生活を送ることになったんですけども、それをきっかけに、ちょっと足つきのいい、それが直接的な原因ではないんですけども、それをきっかけにローダウンにして、もうちょっと乗りやすいバイクにしたって感じですね。ナビもつけております。このナビはアフリカツインによりつけてるナビよりも性能はいいです。でもほぼGoogle ナビがやっぱ多いですね。これも結局広域地図みたいな感じで、使っております。ガソリンはね、廃屋なんです。で、純正の WR はタンクの容量が小さくて、ちょっとツーリングにはあんまり向かないので、欲しいなと思った時に、ちょっと怪我をした時に、旅好きフェスティバルというのを退院した時になったんですけども、その時にバイク仲間の皆さんが
このビッグタンクを買ってくださいまして、で玉ねぎさんが取り付けてくださいました。それのおかげで、まあ、青森に行けたっていうことにもなります。はい、ということでありまして、今回はもう一台の愛車 WR250R の紹介でした。今回もご視聴ありがとうございます。では。